そのうんこさんと一緒に、はい、ちょ当てる子じゃないけどこうちょっとやりたい、あ、ね、憧れのシチュエーションを振られがちなんで、うん、やりたいなって。え、普段そういう経験あんまないんですか？ないですね。だから、はい、なんか行かないですよね。じゃあこんなんでからですかね。なんかそれしかも、だって普通さ、なんかそういう台本があってとかじゃなくてさ、山さん自分で考えてきたんだよ、それ。自分でちょっと、うん、あの幼馴染設定がいいんですよ。あー、はい、小学校とか中学校とかの、はい、幼馴染設定 で、はい、で久しぶりにちょっと仕事場で再会するんですよ。その仕事は何ですか？例えば、やっぱ音楽の現場が良くて、じゃあ、はい、音楽そう禁断っぽいじゃないですか、やっぱ仕事の関係が。確かにちょっとなんかね、でなんか俺たちしか知らねえぞみたいなね。そこそれでしょ、ね、それそれそれ、はい、で、まあ、で久しぶりに会って、はい、おーみたいな、お元気してたみたいなかなって。普段は会ってるけど、そう普段会ってないんですよ。その仕事場で久しぶりに再会するわけだ。そこで、で、はい、ああみたいな感じになって、うん、で意気投合して二人で飲み行く関係になるんですよ。はい、でその時にそのうちお互いこう自分の気持ちに気づき始める。ちょっと長くない？ちょっと仕事終わって飲み行って、ま、ちょっと長くないですかそれ。1分2分でできなくないですか？いや、みんなにねちょっとはしょれるところはとりあえず設定を説明してたら、そのやり取りがいけるじゃないですか。で、はい、そのお互いの気持ちに気づく、はい、好きかもしれないって。で私ちょっと言えないで言うんです、女の子の方が、はい、でも好きどうしようってなってたところに、うん、やっぱ俺好きだわみたいな男の方から人からアピールされて、うん、でもやっぱ私たちって仕事あるしみたいな、こういうのどうしようみたいな、うん、選べないみたいかなって、バレなきゃいいんだよみたいなねちょっとバレなきゃいいんだよ、ちょっとご強引さも欲しいんですよ、ね、なるほどなるほど、わかりました。別にいいじゃねえかよっ ってことですよね。はい、わ、はい、かりました。それを待って、山下さん、俺アドリブで やれってことですか？あ、そうなんですよ、すいません、ちょっといろんなシチュエーション考えすぎて、セリフよりもこうシチュエーションの優先順位を考えちゃいます。でも恋愛ってシチュエーション大事ですからね。はい、でも今のでも僕、やっぱもうスッと入ってきました、今ので。あ、そういう子ね、名前はスメラギ君的な感じにしたいんですよね。言いますよね、そういうのスメラギ君、はい、あ、僕はじゃあスメラギ君、はい、名前なんすか？私なんかいいですか、ね、なんかさ、あの、あだ名なかったんですか、学生時代の。ブッチーとか。あ、じゃあブッチー。あ、ブッチー久しぶりだね。え、でもブッチースメラギ君と合わなくて知らねえ。そんな自分で決めたんじゃん、俺が決めたわけじゃないもん、だってそこじゃなんか入れるシチュエーションにしてよ、じゃあ。ね、あ、じゃあちょっと古風っていうか、ちょっとなんかなんとか子っていうのに憧れてたんで、かなこちゃんとかいいな。あ、ちょ、かなこちゃん僕の親戚にいるからちょっと気持ち入らなくなっちゃうね。別の子がいいですね。いや、そこ大事だから。なんか親戚ってやっぱそういう恋愛対象見れないんで、なんか別の、ね、何にしようか、みんな何がいいかな、はい、桜子。いや、桜子もちょっと見る。ふみこ、なんか、なんだろうね、どんだけちゃんと二人でやろうぜ。あ、カオルとかいいじゃん。あ、いいいいでしょ、いい、ナイス。草冠に思いでカオル、うわ、いい、それ、いいよね、来たね。カオルとカオルとスメラギ君ね。で、まあ、設定、仕事場で偶然出会った二人が、はい、なんかその、いや、久々に会ったから俺たちもなんか、まあそうだね、俺たちもなんか頑張ったよなみたいな話から、じゃあ飲み行こうよってなって、はい、そこでお互い恋愛感情が芽生えて、はい、恋に落ちるっていうお話。はい、はい、じゃあ仕事現場、音楽番組の、あの、収録。はい、はい、お、コールじゃん、久しぶり、スメラギくん。え、そんなの？ちょっと待って、あ、もう目キラキラしてるバージョンで。いや、もうダメですよ、モードに入んないと。幼馴染なんですから。だって俺今自然な感じのやつかなと思って、今すごい自然でやったのに、スメラギくんみたいな。あ、そっち系ね、あのディズニー映画的な。あ、もうすごい、じゃあ僕カッコつけた方がいいですね。あ、でもなんかそういうアニメとかそっちかしか浮かばないんですよ。わかりました、わかりました。じゃあ僕もうすっごいキザでいきますはい、じゃあ、あの、音楽、あ、キザ、キザがいいでしょう。あ、お願いしますはい、わかりました、真剣にいきます、はい、もうアクター11で用意スタート。お、カオルじゃん。スメラギ君、元気してた？久しぶりだね。いや、うん、何年ぶり？何年ぶりだろう、5年ぶりぐらい。5年ぶりだよね、あの同窓会以来じゃない、うん、え、てかすごいね、なんか今日ゲストで来る予定だったんだ。全然、でもまだまだなんだけど、スメラギ君は何やってるの？僕はね、あのちょっと恥ずかしながらバンドでボーカルとギターやってんだよね。え、私と一緒。マジですごくね。スターズだよね、スメラギ君すげえ、覚えてる。スターズの曲大好き。そう、俺ね、なんかまさか自分がこうになると思わなかったんだよね。いや、ちょっとなんかこれからさ、ちょっと番組あるけどさ、終わったらさ、ちょっとなんか飲み行こうよ、久々だから。え、行こう行こう、全然行こうよ。 LINE 交換しようよ、じゃあ
じゃあ本番頑張ってね。じゃあまた後で連絡するね。 後で連絡するね。じゃあ俺から連絡するわ。じゃあ、うん、じゃあね。じゃあ終わりました。ちょっとカオルのやつ何やってんだろうな。なんかあいつ可愛くなってたな。ちょっと久々になったらなんか学生時代メガネかけてあんまイケてなかったんだけど、ね、やっぱ芸能人すげえな。ピピピプルルルルルプルルルルル。はい。あ、もしもし。あ、スメラギくん。わかる？終わったよ。どこなんか行こうよ。あ、じゃあ池袋のパルコ前で待ち合わせで、うん、いやでもパルコ前だってさファンの子とかいるからバレたらやばいし俺らもちょっとさすがに。そっか。じゃあなんか西口のさちょっと逆に西口のマックとかにしようよ。オッケーじゃあマックで待ってるわ。緊張するな。あ、ゴール、おい。あ、スメラギくん。なんかあれでいいんじゃない？チェーン店でいいんじゃない？うん、そうだね。じゃあチェーン店行こうよ。うん、じゃあチェーン店入りました。何飲む？じゃあ生で。意外とね。俺カシオレで。俺意外と飲めないんだよね。俺カシオレで。もうね、結構飲んじゃったね。ちょっと俺話あんだけどさ。お前、昔に比べて綺麗になったよな。本当？でもスメラギくんもなんかすごくかっこよくなってる。マジで？うん。こんなこと言うのなんなんだけどさ、俺お前のこと好きになっちゃったわ。私も本当はずっと学生の時からスメラギくんのこと好きだったんだけど、でも私たちこんな関係じゃん。ダメだよね。確かに。まあでもカオル聞けよ。俺たちは確かにそうやってエンターテインメントの世界で生きてる人間だけど、恋愛にそういうの関係ねえよ。俺と一緒にいい音楽作ろうぜ。私生活でも俺お前のために曲書くよ。 I love you 香るって曲毎晩書くよ。お前とだったらいい音楽奏でられそうだ。俺の胸に飛び込んでこいよ。そんな怖がることねえよ。スメラギくん香る大好き。長えよ。ちょっと設定が長えよ。その居酒屋入ってからでいいじゃん別に。5分かかってんだぞ。ここまで長いって設定が。もうちょっとまとめてくれないと。いやそれかこのやることいっぱいあるね。それかカオルがパソコン使えなくてスメラギくんから後ろから来てドキッとするか。めちゃめちゃありがちじゃんそれ。それかあご食いパターンもありますよね。何見てんだよみたいな。パソコン使えない女の子に教えるみたいなね。うわめちゃめちゃそれありがちだわ。パソコンは先輩がいいですよね。スメラギ先輩。そのスメラギに対する執着心それもやってくれ。絶対嫌です。僕は NG 出しますんで。いやじゃあそれほどね漫画好きなんだね本当に。なんかありがとうございます。私の憧れのなんかちょっと憧れですよね。禁断の恋的な。まあね。なんか夢一個叶いました。あよかった。そこまでね、はい、喜んで。この番組も最高だと思います本当に。ありがとうございます。そういう本見たいわ本当、はい、でもあれなんだよ。なんか